私は松田学と申しますが、今の名前は参政党です。比例は参政党、名前でなくてぜひ参政党とお書きください。そしてこの地元は今ビラを配っております、大賀康郎が頑張っております。今度の、ね、10月27日投票日、投票の際にはこの選挙区では大賀康郎、そして比例は参政党と名前を、ね、お願いします。今の政治を、ね、本当に変えたいと思う人、参政党です。経済の流れを変えたいと思う人、自分たちのところにお金が回ってくる経済してほしいと思う人、参政党です。国際社会の中で日本が生き延びていく選択肢が欲しい人、参政党です。未来の社会をきちっとね、設計できる政治が欲しい人、参政党です。参政党が全て答えを持っています。今まであまり知られていませんでしたが、おかげさまで最近テレビに出るようになってから、このね、ビラも皆さん受け取っていただけるようになりました。こういう選択肢があるんだということがだんだんと知られてきて支持を伸ばしております。参政党は必ずこの議席を取って、そして今は参議院議員1人しかいません。ものすごく大きな実績を上げてきています。先ほども NHK 討論に神谷代表が出てました。彼も言ってました、ね、この 2年余りの間に質問主意書を200本以上出して、すごいことなんです。これものすごい実績なんです。これいない政府に対して国を守れ、そういうことをあんまり言ってる政党がないんです。そして実際に政府からいろんな答弁を引き出してきました。なぜ日本の土地がこんなにたくさん買われてしまうのか、なんでアメリカがやってるような規制をやらないのか、なぜ日本の企業をこんなに買われるのか、なぜ私たちが相続税が払えないと物能で中国に物件を取られてしまうのか、なんで農地がどんどん中国のものになってしまうのか。参政党はこの問題意識を国会でぶつけ、そして政府からの答弁、まだまだ不十分なんです。そして実績がある政党が今度は衆議院で議席を取っていくことで政府が動くようになるんです。実績がないところをやっても無理なんです。実績があるところがやってこそ政府が動くようになる、そういう新しい選択肢があるんです。今外国人がたくさん日本に入ってきている。でもこの問題について住民が本当に心配がないような形でなってるかどうか、これメディアも取り上げないんです。政府も真面目にやろうとしません。他の国会議員も外国人差別と言われるのが怖くて国民を守ろうとしません。参政党はこの問題もタブーを恐れず切り込んでまいりました。なんでこんなに外国人を増やす計画を立てるのか、なんで海外からの直接投資をこんなに増やすことを考えるのか、人も金もどんどん海外に支配されて日本の国の根幹が揺さぶられてしまっても政府は平気なんですか。参政党は唯一この立場から質問主意書をたくさん出してきた。そして政府から出てきた答弁は何の問題意識もない。他の政党はどうか、いや海外から人を入れないと人手不足で困ってしまう、いや海外からお金を入れると成長戦略になる。違います。私たち日本人の手で日本の社会を回せるんです。それが回らないようにしている政治が悪いんです。そして私たち日本にはお金があるんです。お金があるのに海外に流れている、そういう政治をやってきたから私たちの賃金が上がらないんです。こういうことをきちんと言っている政党は他にないんですよ。そして今ねご紹介いただきました参政党には MMP 覚えてください、松田学ぶプランというのがあるんです。この MMP 松田学ぶプランがありますので、実際に積極財政と減税ができる唯一の政党なんです。ほとんどの政党は財政の仕組みを変えられません。だからあの安倍さんだって、安倍さんが総理大臣7年8ヶ月やりました。彼も積極財政をやろうとしたんです。アベノミクスをやろうとしたんです。でもできなかった。なぜか財政の仕組みがそれを妨げた。だから消費税を彼は2回も引き上げてしまったんです。つまり参政党が言ってるような財政の仕組みをそのものを変えないと積極財政はどんなに立派な総理大臣が出てもできないんです。ましてや今減税や積極財政を言ってる他の野党、実際に国会に進出しても何にもできません。
私は昔財務省におりました。だからどうしたら積極財政と減税ができるかも分かっています。財務省の人は決して言いません。なぜなら彼らは緊縮財政をやることによって自分たちの権限を維持したい。これは昔私が財務省にいたから本音が分かるんです。参政党はそういった敵の本音が分かっている、敵の手口が分かっている人が今ね国政進出を目指して頑張ってるんだということもぜひ覚えてください。そのためには比例は参政党と書いていただきたいと思います。ぜひね比例は参政党、そうしますと皆さんの手元にお金が流れる、そういう MMP という新しい財政の仕組みが導入できるんです。そんなに難しいことではないんです。政府は借金をしてどんどん投資しなければいけません。日本の農業を見てみてください。食料自給率が 37.8%、 先進国の全ての国家目標の中心は食料自給率 100% 以上です。これが国家の基盤の基盤中の基盤です。お金がないから日本は農業の保護も必要で非常に低かった。これをきちんとお金を回して農業保護をやりましょう。財源は参政党松田学の MMP でちゃんと出てきます。日本の防衛、今度ね自民党は1兆円の増税をしようとしました、しています。防衛国債でやればいいんです。安倍さんが言っていたように国家を守るための投資です。投資の財源は皆さん借金でやるのが当たり前じゃないですか。住宅を建てるときに給料だけじゃ、はい頑張りますよ、ね、はいありがとうね、給料だけでは住宅建てられません。住宅ローンがあるから住宅を建てられます。国は借金ができるんです。日本は世界中にお金を最も出している国なんです。このお金を日本国民のために回すのが、これが参政党の言っている MMP、 参政党で私のようなちゃんと財政のことが分かって経験者が国政に行くことによって初めて財務省を動かすことができる、日銀を動かすこともできる、マーケットもね信頼できる政策を打てるんです。ただただね減税減税って言ってるだけでは絶対に減税が実現しないんです。そして減税が実現しないと皆様の懐にお金が戻ってこない。今ね国民負担率が 45% いや 50% になります。放っておくと自民党政権のままを放っておきますとね、私財務省にいたから分かるんです。そのうち国民負担は 60% になります。昔五公五民で一揆が起こりました。そのうち放っておくと6公4民です。そして北欧ではもう7公3民の国があるんです。働いて国や自治体に取られるお金が所得のうち7割になるような国に日本はしちゃいけない。超高齢社会だとほっとくとそうなる。だから今は MMP を導入して財政の仕組みを今変えないと本当に国民負担増えちゃうんです。早くやんなきゃいけません。そして国債をどんどん発行して借金してできることをやる。じゃあ借金どうするんだ。これを新しいお金に変えるんです。電子マネー使いたい人が使えばいいんです。みんなが使う必要はありません。でも使いたい人、皆さんも電子マネー使ってますよね。その電子マネーはね、国が発行する電子マネー発行できるようになりますと国の借金は電子マネーで返済できるようになるんです。でその電子マネーを皆さんが使えばいいんです。この小岩の駅でもどこでもお買い物ができます。そういう新しい知恵、これ世界が先ほど梶さんが言ってくれました、ブロックチェーンという新しい仕組みが入ろうとしてるんですね。でこの仕組みで新しい社会を作ろうと世界中が動いてます。これ日本人に最も向いてるんです。自由な社会を作るためには私たちが自分たちの手でブロックチェーンという技術を使って、そして同じ価値観を持った人が集まって、そして生きがいを共に分かち合いながら、そしてお金が発行できるんです。いいね、これがお金になる、こういう時代が近づいてる。ですでに足立区会議員参政党の梶さんが足立区でそれを実践しようとしてるんです。すでに動き始めてるんです。夢物語言ってんじゃないんです。参政党はすでに全国に130何人もの地方議員を出しています。そしてそれぞれがその地域が中心となった経済を作る、そういうことをやろうとしてるんです。こんな政党他にないでしょう。参政党が
国政でもっともっと議席を持つことによって、衆議院で議席を持つことによって、私たちが自分たちの生きがいを追求できるコミュニティ、それを作っていこうじゃないかということがね、できるようになるんです。これは若い人たちに夢を与えます。今若い人たちの最大の関心事が何かご存知でしょうか。老後のことだそうです。老後のことが最大の関心事になって人生、それもね、老後はハッピーで素晴らしいということじゃないんです。老後は生活できるかどうかが一番の関心事。これ日本先進国なんでしょうか。私たち一生懸命働いて老後のことも安心できないようになってしまった。おかしいじゃないですか。これはなんでそうなったのかご存知でしょうか。私たち参政党は一貫して言っているんです。日本は世界最大の債権国なんです。世界に昨年末で470兆円も余計にお金出している国なんです。でそして今までの自民党はアメリカで言われた通りにお金を出す政権だったんです。ウクライナ支援にもうね、まあ、これも参政党がね、国会質問で明らかにしたんですね。もうね、かなりお金出してるんですよ。1.8 兆円。でもね、もう大体ほっとくとね、18兆円くらいになります、これ。勝手に約束してきてるんですね。海外にお金が出してしまって、そして国内に回してない。能登半島の方にも回していない。十分なまに回していない。アメリカ見てください。災害が起こったら、フィーマというところが飛んできて、そしてあっという間にね、救済をします。復興事業をやります。日本は何をもたもたしてるんだ。我々参政党は、私たちが生み出したお金は、私たちのところのために使えと、当たり前のことを言ってるんです。そしてそれができないのが、今の自民党政権。なぜなら、日本をね、アメリカにとっての植民地にする、そういう使命がある。戦後ずっとそれでやってきた。皆さん気がつかない。で日本を植民地にしてるのはアメリカなんです。私は昔大蔵省に行った時にそれは見えたんですよ。これじゃないかって言って政治の世界に入って石原慎太郎さんと一緒に日本の自立のために戦ったんです。衆議院議員もやりました。しかしそれでもね、日本の政治は変わらなかったんです。変わらなかったのは何でなのか。私たち一人一人国民が自民党の下で日本はアメリカの植民地にどんどんなっていく。私たちが働いても賃金ではなくて海外への配当に回る、そういう経済を作っているのは構造改革である。郵政民営化は私たちが一生懸命貯めたゆうちょの資金や簡易保険の資金をアメリカのウォール街が運用しやすいようにするためにやったものであった。でそういうことを見抜いてたんです。私は見抜いてました。おかしい。日本をね、さらに法人会 GHQ の占領下に置くのか。日本が生み出した富は日本人のために使える経済に戻さなければいけない。そういうことで私はこの政治の世界に入りました。そして石原慎太郎さんと共に頑張ったんですが、国民がまずこのことを知らないと政治の力にならないんです。だからみんなで政治に参加する、国民が政治に参加する参政党というのを作ったメンバーの一人になったんです。そしてそのおかげで神谷総理たった一人しかいないけれど、参政党の党員たちが問題意識を持って参政党の質問主意書を、ね、200数十件もね、たった2年間の間に出す。記録的な、ね、仕事なんです。これは実際実績を上げている政党、国政政党なんです。ただね、日本を守れ守れ、減税減税と言ったところで、ただね、弱い分遠吠えで終わってしまうんです、野党は。でも参政党は実績があり、そして松田プランがある、 MMP がある。だから国民にお金を回せる、国債の皆さんが使えるお金に変える、そして国債をもっともっと発行してちょうどいいんです。470兆円の余計に海外に出してるんであれば、でそれを国内に回せばいいんです。そんなに難しいことではない。しかし私の出身の財務省はプライマリーバランスがどうとこうも言って、要するに彼らは権限を手放したくないんです、ね、自分たちのね、自分たちの権限を維持するために緊縮財政でないとダメなの。税収の範囲でないと予算は出せない。まるで経理部みたいなこと言ってですね、本当の財務省になってもらえると困るんですよ。財務って何でしょう。投資をすることが財務ですよ。次の世代のために子育て支援、少子化対策、お金かかりますよ。これは次の世代のための投資じゃないでしょうか。国を守ること、これも次の世代に国家を残すための投資ではないでしょうか。そして日本は自分たちの IT 基盤もないんですよ。
全部何をやるにしても、ガーファという海外のところに他のステラ線が取られてしまう。自分たちの IT 基盤を作りましょうよ。そういうことにお金がかかるんですから、マツダプランでお金が出てくるんです。借金は絶対に返済しなければいけない。それも税金で返済しなければいけない。この考えを税金じゃなくて政府が発行する新しいお金で返していけばいいんだ。そしてそのお金をみんなが使えるお金にするんだというだけで、国民のお金が回り始めるんです。その具体的なプランを持っているのは参政党なんです。実はね、あの元安倍総理、安倍元総理亡くなる少し前、マツダプランをある方から聞いたそうです。これは取れるとおっしゃる。あの安倍さんが先ほど言って積極財政やりたくてもできない、金融緩和しかできない。金融緩和、銀行がお金を貸しやすくする政策です。でも銀行がお金を貸したって、銀行は中小零細企業にお金貸しますか、個人にお金貸しますか。大企業と海外に行っちゃうんです。そのお金は私たちに回ってくるお金はそれで生み出されてないんです。だから次に安倍さんはやりたかったのは積極財政をやりたかった。しかしあの安倍さん、消費税を2回も上げざるを得なかった。その財政の仕組みが妨げたんです。マツダプランがあれば消費税率は引き下げるのは簡単です。国債発行すればいいです。国債お金になるんだから何の問題もないでしょう、というね。そして安倍さんはマツダプランを聞いて乗れるとおっしゃったのは、今の財政の仕組みだったらね、どんなに積極財政の人が総理大臣やっても無理であることを一番よくお分かりになっている。そして安倍さんは、お亡くなりちょっと前にデジタル通貨の研究をされていたんです。ちゃんとね、未来を見通していた、ね、そういう方だから分かっていただいたんです。で、このマツダプランがありますと皆さんにお金が回るようになる。そして皆さんにお金が回る経済を作って初めて賃金が上がるようになります。15分、違います。あの15分経ったところで 今何分ですか。15分で教えてください。今15分経った、はい、あ、15分経った、はい。それではですね、参政党、比例は参政党です。よろしいですね。そしてこの地元は大賀康郎さん、比例は参政党ですね、はい。あの15分って指定しましたのはね、ここから先ちょっとまたグローバリズムに対抗している国政政党、参政党だけです。ここで言わせていただきます。日本保守党という政党団体があります。あそこはグローバリズム側についてるんですよ。同じ保守でもと言ってますが、保守じゃないんです。それ本当の保守は伝統保守、日本の国柄を尊重するのが本当の保守。彼らは戦後保守なんです。戦後日本がアメリカに従属するようになった、この構造を維持する、そういう利権なんですね。そっちの方に属しちゃってる。本当の保守をやりましょう。保守をやるなら、そして私どもこそ本当の保守である。そうだ、ありがとうございます。これはね、私がね、政治活動を始めた流れから見てもそうなんです。財務省を飛び出して石原慎太郎さんと一緒にやった。石原慎太郎さんこそ日本の保守のね、本流でしょう。でも石原さん だけではできなかった。今度はまたね、有名人が出てきて保守だ保守だと言ってますが、有名人がどれだけ言っても無理なんです。先ほども言ったように国民の意識は変わらない、国守れないんです。今世界は核戦争の危機に直面しています。日本のメディアはちゃんと報道してないかもしれませんが、 NATO はどんどんロシアを追い詰めています。プーチンは戦術核をいつ使うか分かりません。これからどんなことが起こるか分かりません。イスラエルではネタニヤフがイランを核攻撃する大義名分を探しているんです。まさか本当に核戦争が起こるなんてみんな思わなかった。じゃあどうしたらいいか。私たちまず憲法を変えないと無理なんです。憲法9条2項に、日本は攻められた武力を取って立ち上がってはいけないって書いてあるんです。これがある限り日本は足元を見られてきたんです。そしてウクライナ戦争がいずれ終わったら、私たちはアメリカに突き従って、あの岸田政権はアメリカに突き従ってロシアを敵に回してしまいました。核保有国をね、
核保有国を敵に回してしまったんです。私別にプーチンの味方してるんじゃないですよ。むしろね、敵ですよ。敵なんですよ、もともと。でも本当の敵にしちゃったんです、ね、そしてウクライナ戦争終わったらロシアの関心は太平洋こっち側に向いてきます。そしてウクライナ戦争の結果、ロシアと中国はものすごく仲良くなってしまいました。北朝鮮もね、ウクライナに、ね、兵隊派遣しているというのニュースになってますね。つまり核保有3カ国が手を結ぶようになってしまった。アメリカはもうね、これ全然対抗できないんです。それなのにアメリカと一体化していくことだけを選んでる。もちろんアメリカと仲良くするのは当然です。でもね、私たち自身が自分の国を守るにはどうしたらいいかをね、真剣に考えないといけない。憲法の問題もある。じゃあ核の問題どうするか、これもね、議論しなきゃいけません。多分だと言って、いや核廃絶ってばかり言ってるだけだ。これも日本はもうすでに中国が恫喝してますからね。民衆を火の中に連れ込むという大使が発言してる。だから参政党はこの状態を国民にきちっと知らせて、みんなで知識と国際情勢を学んで、そして国を守る決意を固めようではないかと言っています。国民が国を守る決意をしている国が強いんです。そして核戦略も議論しているということが全然違ってくるんです。でまずそこからやらないと国は守れないんです。だから憲法の問題も私たちは創憲、憲法を自分たちで書こう。戦後 GHQ の下で私たちは自分たちで憲法を作ったことがありません。アメリカの作った憲法でずっとやってまいりました。そして世界最古の憲法になってしまいました。自分たちで自分たちの国柄を後世に伝えていく憲法を自分たちで書こうではなく、参政党はそういう国民運動を今起こしているんですね。はい、ぜひこのことは他の政党と全然違うことなんです。そして国を守る決意さえあれば守れるんです。日本は技術大国なんです。その技術が自分たちに決意がないから中国の方にどんどん流れ、中国の軍事力を強めてしまって、私たちが技術開発したものが金も技術も中国に流れ、中国の脅威を高めてる。私たちにとっての脅威をで、この流れを反転させるということ、これはね、よほどの決意を持った政治が出てこないと無理なんです。自民党は無理です。中国韓国に謝り続けなければいけないとおっしゃった総理大臣がいるんですね。もうね、ちょうどね、彼らにとっては、ね、ちょうどよかった、ね、あれ鳩山由紀夫みたいになる言ってますよ。彼らにとって都合のいい総理になっちゃった。本当は日本を守るでは高市さんがよかった。だけど高市さんを潰したんです。潰す力が働いた。それが自民党なんです。つまり自立をしようと、日本が強くなろうとすると必ずこの足を引っ張る力が働いてきました。この構造を変えるのが参政党、これを言ってるのが参政党なんです。アメリカ、トランプ大統領になったら、大変なことになります。日本は大変だ。でも日本自分で、自分を守ってないじゃない。自分で自分の国を守ってない国にアメリカの国民の命を、ね、犠牲にするわけにはいかない。当たり前ですね、そんなことは。そういうふうにして私たち本当に目覚めないといけない、そういうことが迫られてきてるんです。国際情勢がそうやって迫ってきてるんです。そしてロシアを中心とする新しい世界秩序ができつつあるんです。産油国はどんどんブリックスという、今ロシアは、ね、世界の中心になろうとしてるんですよ。これ西側の、ね、報道は、ね、全然無視してますが、世界中が気がついて、でみんなアメリカから離れてるんです。その中で私たちももう一つ軸足をアメリカと、もう一つロシアや中国というところにも軸足を持たなければならない。そしてそのために必要なのは私たち日本の独自の立場ではないでしょうか。参政党はね、私は参政党の国政政党になってからしばらく代表をやっておりました。その時に参政党は、ね、テレビで報道してくれないんですが、たった1分間だけインタビューを報道させてくれたんです。言えること何もありませんでした。参政党ができました。国民が政治に参加する参政党です。でもこれだけ言ったんです。日本という国を軸にした政治を作る、これだけは言いました。
それが今までなかったんですよ。海外に軸のある政党ばっかりになってしまいました。だから私は参政党が主張しているように働いても働いても海外にお金が流れる、働いても働いてもね、上がった利益は海外への投資家や海外の年金受給者への支払いに充てられる。一生懸命消費税を負担しても、あるいは健康保険料を払っても医薬品とか医療機器、海外の利権に流れてしまう。薬漬けになって結局そっちが儲かる方に流れてしまう。私たちが電気代が上がって大変だ大変だ、その電気代のかなりの部分が中国に流れて、そして太陽光パネルに化けて、そこから一部が自民党にキックバックされている。ね、全く日本が軸でないでしょ。これ海外に軸がある、植民地です。植民地だから優秀な人材は外資に来たから。昔は曲がりなりにもね、日本の国家公務員になろうとした人が優秀な人たくさんいました。今優秀な人はならないんですよ。外資に行って、優秀な人は外資に行って、で海外のために尽くすと自分はハッピーになる。これが30年にわたって作られてきた日本の経済構造なんです。植民地なんです。本当に気がつかないうちに私たちは植民地になっている。でこれを私たちの手に取り戻すという根性のある政治が今全くない。そうだ、まず私たちが自分たちの足で立つ、そういう政治を取り戻そうではありませんか。そのために参政党、今回衆議院で絶対に議席が必要なんです。世界が大きく変化する中で、裏金問題、裏金問題なんて言ってる暇はありません。裏金問題を言うんだったら、自民党がもっともっと私たちの国民に隠しているお金があります。何でしょう。増税です。これはね、言われているような防衛増税なんて済まないです。1兆円じゃ済みません。おそらく数年後に 4,5 兆円になります。私財務省にいたから手口は分かっています。必ずそうなります。そして消費増税、必ず来ます。なぜなら彼らには知恵がないからです。そして利権のためにばらまく分のお金は足りないからです。まずは利権にばらまく分をどうするか。私たち一人一人で健康を作りましょう。このさっきのね、YouTube でバンされる内容の話もそうでした。免疫力を高めるということをやっていけば、あんなに私たちの税負担や健康保険料の負担で海外を儲けさせることなくても、私たちは健康で長生きができるんです。そういうことをね、国は真っ先にやっていかなきゃいけないはずです。日本食を食べることで、私たちは害毒があるかもしれないものを食べさせられている。そして初級料自給率も上がるんですよ。そのためにマツダプランでお金を突っ込むんです。そうやって食料自給率を上げて、食料は国家の基本です。そして再生可能エネルギー、再生可能エネルギーといって世界がインフレになりました。再生可能エネルギーをやってもね、インフレになるだけなんですよ。なぜなら電力安定しません。今日はお日様今照ってます。夜になったらお日様いなくなりますね。凪の時には風が吹きません。そしたらね、電圧が上がったり下がったりしたら体に悪いのと同じことが起こるんです。参政党はだから環境も悪くするし、海外の利権に尽くすだけの太陽光はやめろ、太陽光パネルをやめろ。そしてね、風力発電も止めさせたんですよ。青森の実績があるんです。そういう国民運動をねやる。そしていろんなエネルギーにつけ使えばいいんですよ。何よりも電力料金を安定させる。これから AI の時代になったら莫大な電力が必要になるんだ。その現実を見ながらね、そして日本にふさわしい新しいエネルギー源を開発していく。そのためにお金を使いましょう。そのための投資のためのマツダプランでお金が必要なんです。出てくるんです。そういった今世界の主流なんです。これが日本の政府や自民党は今でも脱炭素 CO2 削減、 CO2 削減のために150兆円投資、嘘です。削減できません。削減できないことのために全部これ国民負担になるんですよ。将来もうすでに20兆円の国債発行してますよ、グリーン。あれ必ず電気代とかガソリン代になって私たちに跳ね返って、
地球の温度下がらない。私たちは最も理不尽な国民負担をこれから強いられる。全部再生可能エネルギー利権のためなんです。バイデンがパイプラインを閉めたから、石油の価格が上がって、ガソリンが上がって、そしてインフレになったんです。私だから世界中の国民が怒って立ち上がってきたんです。アメリカでもドイツでもフランスでもイタリアでも、そして政治の潮流を変え始めている。この潮流の流れを日本に、日本でも起こしている。世界の潮流で政治をね、間違った方向に向かっている、グローバリズムに支配された政治を国民に取り戻そうと言っている唯一の政党が参政党なんです。他にないんです。そしてね、放送の時間ですね。はい。あのね、カジさんというね、あの市会議員、あ、区会議員、足立区会議員、ちゃんとね、未来社会に向けてね、MMP やってくださってるんです。現実動き出してるんです。参政党が現実を動かしてるんです。ただ言ってるだけではない。ね。今までは、選挙で言ったことをやらない人ばかりでした。そして選挙で言わなかったことをやる人がばかりです。私たちは言ったことをやる、すでにやっている。それによって政治の信頼を取り戻す。そして裏金問題のいや政治の不信は参政党が伸びることで自動的に解決するんです。そういう政党なんです、この政党が。今日ね、大賀さんのようにね、普通の方がね、こうやって選挙に出られる、この仕組みを作ったのも参政党じゃないですか。当たり前のように普通の国民が政治に出て、そして政界で物を申すことができるようになる。これこそ本当の民主主義ではないでしょうか。日本の国を取り戻す、民主主義を取り戻す、経済を取り戻す、そして未来を取り戻す。そのためには投票では比例は参政党、地元では大賀さん、比例ではぜひ参政党とおかけください。これが皆さんの力で政治を正し、自分たちを豊かにする、未来を切り開くことにつながります。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。